こんにちは、あるいはこんばんは、はたまたはじめまして。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、アスルクラロ沼津ってアウェイで全くって言っていいくらい勝てないわよね。ああ、アウェイで勝ち点を取れればもっと楽になるんだぜ。でねマリサ、中の人がアウェイで勝てないわけを思いついたらしいのよ。え、あれか、ボクチンの考えた最強フォーメーション的なやつか。マリサ、言い方そう言わずに付き合ってあげましょうよ。でも俺たちが説明するんだろ。そういうことになるわね。まあ、いいか。よかった、マリサも納得したみたいだし。ゆっくりしていってね。さて、中の人はアスルが勝てない理由をどう考えているんだ。理由は二つあるらしいわよ。まず一つ目は、ボールパーソンのボールの供給速度の違い説ね。そんなに違うのか。だぜ。よく試合で見るボールパーソンの子は、椅子に座っているわよね。まあ、それが普通だな。だけどご存知の方もいるかと思うけど、アシタカのボールパーソンの子は椅子に座ってないの。え？椅子そのものがなくて、立っているのよ。なんでだぜ？中山監督の方針らしいわよ。へぇ。座っていないから素早いボールの供給が可能で、選手が手を挙げてボールを要求した時にはボールが選手に渡っていることが多いの。それはすごいな。もちろん相手にも素早く渡しているわよ。それは素晴らしい。でしょ？そうなんだぜ。ところで霊夢、それが試合とどこが関係あるんだ？それがね、中の人曰く、ポンポンとテンポよくボールが来るアシタカでは、自分たちのリズムで対戦相手が守備を固める前に相手陣地に攻め込むことが可能ですが、ゆっくりとボールが渡されるアウェイでは攻めるときには守備を固められていて攻め込めない。そして、ゆっくりボールが来ることにより自分たちのリズムを作れないためパスミスなどが増えるのではないか？と、思いました。だそうよ。確かに速いテンポに慣れていると、ゆっくり来たら困るかもな。そうなのよね。でもそれで守備を固められてもそれくらいならさばけると思うのよね。本当にそれくらいなら対応できないか？そうなのよね。それくらいは対応できないと、J2 にはいけないわ。だよな。じゃあ、次ね。ああ。次は、水をまいていないからボールが転がらない説ね。ボールが転がらない？どういうことだぜ。マリサは明日かで試合前とハーフタイムにピッチに水をまいている風景をよく見るでしょ？ああ。あれってボールが転がりやすくする意味があるのよ。そうなのか。だから、ポゼッションサッカーを標榜するチームは結構水をまいていることが多いわ。ちなみにそうではないチームは、そんなにまかないことが多いみたいなの。どうしてなんだぜ？プレイスタイル的にボールが転がりすぎると困ることが多いからかしら。でもそれが試合とどう関係しているんだ？実は相模原戦の武者選手のパスミスミスや、先日の大分対、清水戦で解説の人が、今日は水をあまり撒いていないから、ボールが転がらなくて清水の選手は苦労しているね。的なことを言っているのを聞いて中の人が思いついたらしいの。つまりどういうことなんだぜ？ピッチがあまり濡れていなくてボールが転がりにくいことで、予想よりもパスが遅かったり短くなりがちになり、パスミスやパスカットが発生して、リズムを崩してしまうのではないだろうか？と、思った次第です。こういうことみたい。これも、そんなことくらい対応できないと上に行けないんじゃないか？まあ、そういうことになるわね。それに明日かスポーツ広場での練習風景を見ても、練習前に水を撒いているわけでもないから、あながちそうとは言いにくいわね。あとボツ案として、ピッチの芝の長さとかあったんだけれど、調べようがないのでボツにさせたわ。ひどいな。そしてアウェイゲームすべての様子を見たわけではないので、この二つの案については、相手のプレイスタイルとかに詳しい人の検証が必要ね。お願いするんだぜ。以上の二つが、中の人が思いついた、アスルクラロ沼津がアウェイで勝てない理由でした。他にも、遠征予算をケチって遠征の疲れが取れていない説を唱えている方もいたわね。それも面白そうだな。でもこれは別の方の説なので今回は省略ね。というわけで、今回の話はどうだったかしら？マリサ、よくわからなかったけど、そういう理由もあるんだなと思ったぜ。サッカー素人の中の人が思いついたことだから色々と突っ込みどころがあると思うけれど、皆さんの考えも聞いてみたいわ。もしよければコメント欄に書いてほしいんだぜ。最後にお知らせね。恒例のだな。この動画が気に入った方は、チャンネル登録や高評価を。しなくてもいいので、アスルクラロ沼津の試合を見に来てほしいわ。面白いサッカーをしているぜ。特にアウェイは大歓迎よ。徐々に観客は増えているけど、もっと増えてほしいんだぜ。概要欄にアスルクラロ沼津の公式ホームページのリンクを貼っておくので、試合日程等はそちらから確認してほしいわ。よろしくなんだぜ。そろそろ時間ね、今回はこの辺にしましょう。じゃあ、またよろしくなんだぜ。というわけで中の人が考えた、アスルクラロ沼津がアウェイで勝てない理由でした。最後までご覧いただきありがとうございました。なあ霊夢、もう一つの声援による選手の後押しはなんで言わなかったんだ？コアサポさんが言っている案だけど、アウェイに全く行かない中の人が指摘すると角が立つでしょ。そういうもんなのか？そういうものなのよ。そうか。
アシタカに遠征してきた他チームの応援をじっくり観察し始めた中の人的には思うところがあるみたいですけれどね。言わない方がいいこともあるのよ。霊夢、それだと全部言っているのと同じなんだぜ。あら、まあ、